方に向かうようですよ。近くで行くのもお進めくださいね。ちょっとね、最後は準備が届けるまで、今回ご協賛いただきました企業様を、準備しておりますが、ご紹介したいと思います。株式会社、プロワイド様。株式会社、プロワイド、ムービー様。カッパ企業と株式会社様。株式会社、レイズインターナショナル様。株式会社、アリオス様。アサヒビール株式会社様。キリンビール株式会社様。コカ・コーラセントラルジャパン株式会社様。株式会社、サンリオ物産様。ジョイサウス横浜様。株式会社、ジェイコム・イースト様。株式会社、スリーエス様。株式会社、DNA ベンチャーズ様。株式会社、ダイニー様。プラットフォーム様。以上、たくさんのご協力をいただきました。そして、今日朝から本当に大活躍でございます。会社案内も、今、普通のね、ちょっとパラパラのに段階を連れているのがですね、大道芸ブランティアの会の皆様にお手伝いいただいております。来ていただきまして、ご拍手。ありがとうございます。ね、目の前の水とかもちゃんと作っておいてもらってね、ありがとうございます。さらに、このレイカーズレースではお楽しみでございます。会場内の審査をお手伝いしまして、夜行本業株式会社様によりますお手伝い、熱い熱いお手伝いを頂戴しております。ねえ、夜行本業株式会社様、何の日のレースを開始にですね、どこのコードとしてパターンを見たときに、パッとすぐお片付けをしてくださるという、大変強い見方でございます。今日も一日よろしくお願いいたします。美味しいチーズや生ハムなどがあります。ぜひね、いろんな形でこのウィンタージュース盛り上げて楽しんでいただければと思います。ぜひぜひあちら調べていただくんでなく調べていっぱいありますよね、今回ねウィンタージュースは、オーダーフードのままに立っている白い店とワインとチーズの生産店ウィンタージュースさんにもお立ち寄りください。この後12時30分から、まずは予選、個人、男性個人のレースが参加するんですけれども、梶会長、解説もお願いするでございますので、質問ありがとうございます。個人は実はあれですよね、今年、昨年まで優勝3連覇の方がいらっしゃるということで。出てこないんですね。うん、本当に早かったです。そうですね、早かったです。楽しみにしたんですけど、でも逆に、チャンスあり、はいね、今回、優勝トレインに、ね、会社の名前が書いてありますけど、一番最初の時が、サキューさん、サキューさん、ユーフォーティクス、日本店のサキューさんの、あと、千葉君が来て、はい、で、その後、インターコンテンツ、日本で2連覇のインターコンテンツだね。その後、ソロワイドグループさんが、今回ですね、
の個人のスポンサーを務めます。個人のスポンサーを務めますことをご紹介させてください。アサヒビール株式会社横浜東北支社社長長部克義様です。ほらお揚げさんの方が気持ちだ。何でしょうかね。Yeah.
なくなるために非常に安全が悪くなって、そうだ、変えにくいですからね。そうだ、変えにくいですからね。そうだ、変えにくいですからね。
バンバン伝わりやすいんで、はい、非常に危ないです。なるほど。水が出ると絶妙な量がこう空気に影響してくるということなんですね。先ほどからも一人言っておりますように、お金が割れたみたいな、割れてなければ最後までお願いいたします。頑張ってください。Thank you.
まあ、全体にね、回数増えてくると、やっぱ気持ちもね、ちょっとね、まあ、焦っちゃったらだし、なんか高めに、前に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 、ちょっとここでスターターが、はい、ご紹介させてください。続いてのレースからはですね、ジェイホーム取締役、桜井奏様です。桜井さん、お願いいたします。ちょっと準備を進めながらよろしくお願いします。スターターに手が入りましたので、ちょっとレースを紹介したいと思います。この6レースは、月間ナンバー22番西山ひろさん、やっさん、そして月間ナンバー23番奥原ゆうたさん、月間ナンバー24番パン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 、いいね、いい声がありましたね。月間ナンバー25番伊藤翔吾さんです。お願いします。大学のスタートしますよ。ゆっくりと慎重に自分のペースで、ぜひ自分からしてくださいね。はい、福井2番の西山さんは横浜トランスミッターに取り組んだところで、中国で何23番の萩原さんは横浜ロイヤルパーク、これ、2人ともにね、2回ね、はい、はい、24番のパンポンさん、パンパンポンさん、ワンコロワイドメイク、25番の伊藤翔さん、活発ビール、コロワイドメイク、活発ビールさん、やっぱりはね、全身も変えましたの、思いで。でもね、なんかインターナショナルレースになってきましたよね、コロワイドメイク。さっきのね、コンパンさんと中国さんと一緒になってきました。もう既にメンバーグループの全世界で実は活動が行われるのもあるけれども、実際の横浜記念でも行われるので、戦いで世界中から集まっているような印象でしょうかね。まあ、戻ってきているんです。しっかりいいですね。いい表情をされていますね。
まあ、本当ですか。はい、28番の札の大輔さん、22番、高木さんは、その場所は22番です。すごい、ゴールに戻すって、簡単に出てますよ、乗ってきてるな。勝ち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 。いやー、君たちがかっこいいですよねー。全然もね、素敵なところですけども、さあ、こちらもよろしくお願いいたします。全然全然に、ただ、やっぱり、ご協力をね、ちゃんとこっちの壁に乗ってからが肝でございますね。気持ちを、ちょっと見ていかないと。はい、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 ね、見ていただきながら、あ、割れちゃったのかな、割れちゃったのかな、しっかり割れちゃったのかな、用意していきましょうね。決めらんかって入ってましたら、ちょっと赤になってるのもいいと思いますよ。はい、時間にね、こうしてくださったりとか、もう頑張るしかない。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、いい笑顔で、はい、いいですね、笑顔で頑張っていただいて。今日は東にいただけると頑張っちゃうというのもありますけども、はい、お疲れ様でした。今日は皆さん、お疲れ様でした。さあ、続いて第8レースご紹介していきましょう。実験ナンバー30番警察和田明さん、31番前川大輔さん、32番野口優希さん、33番伊藤忠之さんです。ぜひご覧になりましょうか。それではお願いします。またこの朝の始まりに、おめでとうのようです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。先生にご覧いただこうですけども、はい、あ、どうですか。また野球部ですね。どうやっていたって言ったことがございます。腕の力はどうですか。どうですか。あ、腕も大きいですね。なるほど、なるほど。31番の前川さんは横浜選手さん、34番です。伊藤さん、
セクション番号35番、浜中孝さん。セクション番号36番、浜内優子さん。セクション番号37番、浜田さん。阿部さん、小林さん。そして、38番、松山春子さんです。さあ、来週ね、よろしくお願いします。来週です。お願いします。